ヘレン・ミレンは、イギリスの女優。クイーンでアカデミー主演女優賞を受賞。その他、エミー賞を4度、トニー賞を2015年に受賞し演劇の三冠王を達成。2003年12月に、大英帝国勲章を受勲したため、デームの継承を監視デーム・ヘレンあるいはデーム・ヘレン、ミレンと書かれることもある。イングランド・ロンドンにて、異例なバシリエな魅の場として生まれ。 エセックス州で育った。父親のバシーリー・ペトロービチ・ミローノフは、ロシア帝国貴族ので出会ったが、ロシア革命により亡命を余儀なくされた。母親のキャサリン・アレクサンドリア・エヴァ・マチルダは、イギリス人。両親の勧める、教員養成学校に進学したが、後に中退。ナショナル・ユース・シアター、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで、舞台女優として、キャリアを始める。その後、 映画、テレビなどの分野で活躍する。1991年から2007年まで放送された第一容疑者のジェーン・テニスンは未練の当たり役となり、同シリーズではエミー賞を3回受賞している。これまでカンヌ国際映画祭の女優賞をキャルと英国万歳、デネと受賞している。アカデミー賞には英国万歳、とゴスフォードパークで二度候補になった。 後者では他に数々の批評箇賞を得ている。2006年、タイトルロールのエリザベス一世を演じたミニシリーズエリザベス一世愛と陰謀の王宮がイギリスで放送され、さらに翌年にはエリザベス二世を演じたクイーンが公開第63回ベネツィア国際映画祭に出品され、高い評価を受けた。ミレンは前者で 第58回プライムタイムエミー賞で主演女優賞を、校舎ではベネツィア国際映画祭の最優秀女優賞を受賞し、アメリカでは2006年度の批評家賞を総なめ、そして第79回アカデミー賞でも主演女優賞を受賞し、ついにオスカー像を手にした。また、第64回ゴールデングローブ賞では、この両作品でダブル受賞を果たした。 エリザベス2世本人からもバッキンガム宮殿での夕食会に招待されたが、撮影のためスケジュールが合わないとして辞退したため、物議を醸した。2015年、舞台、ザ・オーディエンスで第69回、トニー賞演劇主演女優賞を受賞。また、黄金のアデーレ名画の期間で、実在のユダヤ系女性であるマリア・アルトマンを演じたことから、 世界ユダヤ人会議より特別名誉賞を受賞する。1997年に映画監督のテイラー・ハック・フォードと結婚した。現在はロサンゼルス在住。GQ 氏の2008年10月号でドラッグ吸引やデートレープ被害について告白した。未練は30代半ばまでは少量のコカインを吸っていたが、1983年に 逮捕された元ナチス親衛隊のクラウス・バルビーが逃亡先のボリビアでコカイン取引を行っていたことを知り、きっぱりと辞めたという。カジュアルティ、ウィズアウト・エイト・レイス、クリミナル・マインズなどを手掛ける脚本家、テレビプロデューサーのサイモン・ミレンは追い、ありがとうございます。